の自由一本組手です。自分の攻撃の距離、自分の受ける距離を把握し、自らその間合いを作り上げることが大切です。自由組手でも最も大切な部分です。十分稽古してください。受け側は相手が攻撃してくる間合いで我慢します。反撃は正しい距離で受け、皮膚1枚で止めます。全身を使って受けます。安全な距離で受け、反撃のため両足で微調整します。受けた姿勢が崩れると反撃が遅れてしまいます。攻撃側は間合いに入ったらすぐに攻めます。相手の懐に飛び込んでいく気持ちで突きます。コントロールできる最大の範囲で大きく蹴りましょう。体勢を崩されても粘り強く前屈立ちに戻ります。思い切って蹴っても正しい体勢を保つ指示足が重要です。いよいよ男子審査です。今までやった全てのことを理解し、体で表現できるよう頑張った自分を信じて、自信を持って臨みましょう。左足前下段払い構えて、はい、3本連続き3回はじゃ。3本とも下半身を締め直し、強く突きます。下がって上段上げ受け逆突き3回はじゃ。下半身の力を上体へ伝えます。中段外受け横鉛筆裏剣逆突き3回はじゃ。裏剣からそのまま引き手に取り、逆突きは素早く行います。下がって中段内受け刻み突き逆突き3回始め。床を抑えた反作用を使い、内受けから強く刻み突き。後屈下受け前屈立ち抜き手3回始め。前足の締めと後ろ足のねじりをぶつけ合い、力を前に出します。待って、はい、前蹴り3回始め。膝を抱えた時には蹴り終わるよう武器を早く走らせます。はい、待って、はい、連蹴り2回始め。回転を早く連続しても正しいコースで蹴ります。はい、待って、はい、回し蹴り3回始め。腰の回転と蹴りを同時に最後までコントロールします。はい、待って、はい、気晴らし構えて、はい、横蹴上げ3回はじめ。強く蹴るには指示足の強さと粘りが必要です。はい、待って、はい、下
同じく始め。引き上げた力と膝のスナップでさらに威力が出ます。待って、はい、横蹴込み3回始め。股関節を柔らかく腰骨を蹴る方向へ引き上げます。はい、待って、はい、3回始め。引き上げた力と膝を直線的に伸ばすことで威力が出ます。はい、待って、はい、直って。左足前下段払い構えて、はい、3本連続3回始め。下がって上段上げ受けギャグ突き3回始め。はい、中段外受け横鉛筆裏剣ギャグ突き3回始め。はい、下がって中段内受け刻み突きギャグ突き3回始め。後屈下受け前屈立ち抜き手3回始め。はい、待って、はい、前蹴り3回始め。はい、待って、はい、連蹴り2回始め。はい、待って、はい、回し蹴り3回始め。はい、待って、はい、キバ立ち構えて、はい、横蹴上げ3回始め。はい、待って、はい、同じく始め。はい、待って、はい、横蹴込み3回始め。はい、待って、はい、同じく始め。はい、待って、はい、直って。左足前下段払い構えて、はい、3本連続3回始め。はい、下がって上段上げ受け逆突き3回始め。はい、中段外受け横鉛筆裏剣逆突き2回始め。下がって中段内受け刻み突き逆突き3回始め。はい、後屈下受け前屈立ち抜き手3回始め。はい、待って、はい、前蹴り3回始め。はい、待って、はい、連蹴り2回始め。はい、待って、はい、回し蹴り3回始め。はい、待って、はい、こちらを向いて手放し構えて、はい、横蹴上げ2回始め。はい、待って、はい、同じく始め。はい、待って、はい、横蹴込み2回始め。はい、待って、はい、同じく始め。はい、待って、はい、直って。
俊敏に動く稽古を積む方です。上段を突き上げ、相手を掴んで引き寄せながら飛び込んで突く、高く低く身を翻しての反転など、軽妙で俊敏な動きが特徴です。ジオンは総まとめの方。仏のような円満、穏やかな動きの中に秘める気迫、転身、展開、寄り足などを体得するのに適した方です。空手道とは、人生をよりよく豊かに生きるため、幸福になるための心の術を学ぶ道です。空手道が私たちの毎日や人生を潤いに満ちた、さらに輝けるものにしてくれることと心から思います。一緒に空手の道へと歩み始めませんか？